ようございます。ナースです。今回はまた旅行に行ってきます。今回行ってくる場所はウルルです。ウルルには世界遺産のエアーズロックがございますので、そちらを拝みに行ってきたいと思います。到着しました。実はもうホテルに着いております。見えるかしら、セールズインザデザートというホテルに私たちは泊まります。真ん中にプールがあって、コテージというか、なんかすごい連なってる。めっちゃよ、暑い。なんかずっと動いてない分には構わんけど、歩くと、そう、てか絶対あの上着いらない、間違いない。彼女はヒートテックじゃないや、なんだっけ、ウルトラライトダウンを持ってきたのよ。レッツゴーレッツゴー。めっちゃ良くない？めちゃくちゃ綺麗なんだが。タクシーがある。これもある。わーい、ちょっとそれ、バルコニーまであるんですけど、ちょっと待ってください。出口どこですか？ちょっと大体木だけど、でも見渡せる。めっちゃいいじゃん、本当に。ねえ、いいんだけど。イエーイ、飛んでる人いる。ワン、ツー、スリー。さあ、本日はセグウェイとサンセットのツアーに参加しております。ちょっと待って、ヘルメットうち浮きすぎじゃない？なんて言ったって。大丈夫だよ、そんなもん、うん、ちなみにこの後ろに見えましたのは実はエアーズロックです。今からなんかレース始まるみたいな感じになってる。イエーイ。なんと私は1番に選ばれました。なると一気に涼しい。何ですか？ワーツです。Face the rock for me, but stay on your segway just on this side. Coming up close, turning around, and then reversing back into that fence. Beautiful. So stay on your segway, just face the rock for me. さて、セグウェイに無事に乗りました。おもろかったね、ただただ乗って。わー、なんか話を聞いたんだけど、ちょっとここだ。でもなんか地下に 2.6 キロぐらいまだこの岩埋まってるぜ、みたいな、氷山みたいになってる。このエアーズロックも見えているところが300メートルぐらいだっけ、で、奥にまだまだ埋まってると言ってましたよ。いやー、登りたかったな。めっちゃ登るんだろうね。いや、本当にそれな。So there was like a couple reasons why it was closed. It wasn't just a cultural thing. Like the main one was safety, because 37 people lost their lives. Oh shit, really? Yeah. いろいろ歩いてサンセットを見る時間になりました。向こうのお姉さんが私たちにワインを用意してくれております。イエーイ。待って、これすごくない？グラスの中にエアーズロック入っちゃったんだけど。最高すぎるな、エアーズロックとスパークリング。日が沈んじゃう。
あーもう暗くなっちゃったね。おはようございます。4時29分およそ4時半です。こんな朝早くから今日はキングスキャニオンというところに山登りに行きたいと思います。あ、バスがちょうど来たじゃん。 One of those was that he tried his hand as a dogger. A dogger was somebody who killed dingo. 寝てたら到着した。はい、朝食です。バクトリしてきました。ちょっと焦げちゃったパンとベーコンとソーセージとトマトとレッドビーンズ、フライ、スクランブルエッグ、そしてコーンフレークじゃなくてシリアルです。これ私が一番好きです。さあ山登りが始まりました。私たちが挑戦するのはちょっと頑張るウォークだね。往復 6.6 キロとのこと。楽ちん今んとこ、うん、あ、すごい。ちょっと待って、余裕だなとか言ってる目の前にすごい道が出てきた。Just few steps。到着。わあ。また遠くなったね。素敵、崖。すごい道行ってるな。まだまだ進みます。すごい渓谷感が出てきた。いいね、いいですね。わー、渓谷抜けたらこんな感じになってた。ジュラシックパークですか？インディージョーンズですか？タララタン、タララ、タララタン、イエイ。これが南側と北側のキングスキャニオン。最後のルックアウトのポイントが終わりまして、これから、はい、帰りますが、まだ40分かかるらしいぞ。頑張ろうね。私はもうさ、登り始めた時からトイレに行きたくて仕方がなくて、皆さんはどれだけトイレに行く気がないなって思っても、絶対に登る前にトイレに行ってください。あとできればこれサングラス欲しいなっていう気持ちがあるのと、帽子もきっとあった方が嬉しいね。水は2リットルを推奨されてるんだけど、私たち本当に全然飲まない人なので、500ミリリットルでも全然平気でした。そうだね、持った方がいいけど、まあ重いよねって。あとあれだね、夏はきっと来れないよね。そう、9月ぐらいまでしか多分ここ登れないので、多分4月から9月ぐらいまでに来た方が、そうです、こっちの冬時間に来てください。冬時間、はい、ということで頑張って帰ります。ここが最後の高いところ。
見える。あそこまで頑張んなきゃいけない。目の前のおじいちゃんおばあちゃんの助け合いを見て、私たちもついに到着します。楽しかった。今からはお昼ご飯なんかな。さあツアーから帰ってきました。ただいまの時刻はだいたい6時ぐらい。ちょっとせっかくなので今日もホテルの近くからサンセットを見ようかなと思います。ここで日が沈むまでいようと思います。無事に日が沈みました。あっちが誰日はではちょっと今からスーパーに行って、その後夜ご飯を食べに行きたいと思います。それでは素敵な夜に。染み渡る。じゃーん、シーザーサラダとフィッシュ&チップス。そして私たちのビールたち、美味しそう。いただきます。ちゃんとフレッシュ。おはようございます。今日はラクダに乗ってサンライズを見に行ってこようと思います。ウキウキ。さあ到着しました。見て、いっぱい並んでる。かわいい。私たちのラクダが選ばれました。彼の名はペリカン。いいよ。Perfect. So if you guys just want to hold on and lean back, you cheeky man. Let's go. Up, up, up. Whoa. Whoa. Okay, folks. See you in a couple weeks. Enjoy. Ooh. 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 Ooh.ちょっと待って、でもなんかさ、もう太陽がすでにいい感じなんですけど、うん、素敵。ラクダさん意外とたくさんいるし。わあ、明るくなったね。見えました。これカメラに入ってるんでしょうか。エアーズロックがあちらに見えます。見えるかしら。贅沢やね。綺麗影。あ、本当だ。撮りたい人の。完全に登りました。うわ、いいラクダちゃん。ラクダちゃん前のパパとめっちゃ仲良し。あ、ちょっと待って。いい景色だね。サンライズ、エアーズロック、カタジュタ、ラクダ。さあ無事にツアーが終わりました。私たちの相棒ペリカン、 Thank you so much。 すっかり朝だ。いや本当にいい朝や。素敵なツアー。いや、いい締めくくりじゃないかい。いいですよ。素敵。帰ります。